聖書ではマリアとマルタという二人の姉妹の話が書いてあります。ある日イエス様はその二人の姉妹の家に行って、マルタは一生懸命イエス様のためにご飯を作ってました。でもマリアはそのマルタが作っているところを見ても手伝おうとしませんでした。ただイエス様の元に座ってイエス様の話を聞いていました。そしてマルタは怒っていました。手伝ってもらわなくて怒っていました。その時イエス様はマルタにこの言葉を言っていました。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なこと、いや一つだけ。私は今年この箇所を読んで本当に深く心に響きました。私は頑張っても一生懸命何かをしようとしても必要なことは一つだけ、イエス様のもとに座ることです。頑張らなくていいということですね。ありのままで愛されていていいということです。次の弾かせてもらいたい曲はこのような歌詞があります。私は涙をいくら流しても、私は自分の力でいくら頑張っても、これは救いにならない。十字架だけには救いがあるということです。千歳の岩よという賛美歌をお聴きください。次の賛美歌はイギリスでクリスマスの時よく歌われています。英語では My song is love unknown と言います。私の歌は未知の愛ですという意味です。クリスマス、神様は赤ちゃんとしてこの世界に来てくださって、これは他の話、何よりも大きな愛を示している
というような歌詞です。そしてその救い主はお生まれになった時から十字架までよみがえった時まで、この歌詞は言って、これは全部愛の道と作曲家は歌詞で言っています。私の歌は道の愛です。Thank you.
私はずっと前から詩編23編は大好きです。特にその最初の言葉、主は私欲しいことがありません、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます、という言葉です。いつも大変な時その言葉を読んで、主は私のためにいいことを備えてくださっていることは確認できました。4節にはこの言葉も書いてあります。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。前はこの言葉の意味はあまり分かりませんでしたけど、と親と子供の関係を考えたら少し分かるようになりました。親は子供に好きなものばっかりをあげることはないでしょうね。親は子供に成長のために必要なものを与えてくれるということですね。ですから神様は私に、私が願っているものだけではなくて、私が成長できるように、私が救われるようにしてくださいます。これを分かって、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです、という言葉に本当に慰められています。神様は必ず私を作ってくださることを信じて本当に嬉しいです、感謝です。次の賛美歌は詩編23編ですけど、それを弾いてから最後の歌に主の祈りを弾かせていただきたいと思います。